うまくいったな。やりすぎたかもしれません。予備電力をほぼ使い果たし、ウェポンシステムはオフライン、スラスターの出力もアクチュエーターへの電力も低下しています。電力の確保を。様子は？干渉電波を確認。何者かがいます。この洞窟、こんなに深かったか。奥へ逃げ込めるよう、テロリストは深い洞窟を拠点にします。きっと自ら機能を停止したんだろう。スーツの音を聞いて。彼らを殺すつもりはなく、ただ脱出したかった。あの時と同じように今回も脱出できます。裁かれる時だ、スターク。これ以上落ちることができないと思ってただろう。だが勘違いはするな。お前はこの洞窟で死ぬ運命だ。消えました。遥か前方です。やっと解放されたか。電力をスラスターに。早くアークリアクターを。死ぬはどうでもいい。大事なのはスタークの兵器の犠牲者、彼らの名前が重要だ。いずれ彼らの名前が襲撃者の皮膚に刻まれるだろう。聞いてすまない。お前の名は？ティム・シャン。本当の名は？本名だ。ダークウェブで本名を使うか。失うものはないんだ。
ライデ、見ろ、グオスのドローン工場だ。この製造ペースではドローンの補充は不可能です。必要な素材も足りていません。お互いカツカツってわけだな。喜ぶべきことかと。喜ぶのは後だ。新しいスーツがあるときに。ヒーローになってください。ゴーストの痕跡は？ボス、アーサーパークはここで蘇生されたようです。高電圧ポートにエネルギーの痕跡が。どうやって出ればいい？行かせないよ。ここでパークを復活させたのか。死者は皆ここにたどり着く。お前もだ。よく作ったな。被害者たちがお前の血を待っている。君には僕を恨む権利があるが、君は怒りに取り憑かれてる。君にとって命取りだ。
その調子。くじけ死ね、スター。うわぁ！僕を殺しても怒りの感情は収まらない。私の感情なんだ。どこへ消えた？スキャンします。いました。動けないようです。ワープ機能が低下しています。壁の中に出現すれば死亡のリスクが。違うよ。邪魔だ。どけ。僕の手をつかめ。早く。終わりだよ、ゴースト。もう終わったんだ。